皆さんどうも、はじめまして、林光平と申します。大阪から来ました。もうすぐ近所です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はいっぱい食べて、いっぱい飲んで帰っていただけるというシステムになってますんで、はい、皆さんで楽しく盛り上がって、最後まで存分に平和に楽しく一日を迎えましょう。ちゃう、過ぎゆく時間を大切にしましょう。よろしくお願いします。わあ、緊張する。君が歌っている曲を聴いてください。君の歌を歌いたくて、僕は僕の言葉を探し出す。優しさだけが愛じゃない、答えるだけが
未来じゃない、ドレミとファソラシド詩を歌え、ドレミとファソラシド君の歌。誇りまびれぬくたびれた夢、空回りする思考回路、涙の温度でほどけてゆく、風邪ひかないようにぬくい格好して、いつまでも元気で笑って見せて、苦しいほどの柔らかな夢、夕方滲んでゆく空、すべてをメロディーになれ、誰も知らないような場所まで潜り込んで探し当てる、戻れないとこまで進んでしまっても、望まれても気負いすぎないで、君の存在は尊いから、話したくなるまで待ってる真夜中、静かな部屋で君との夢を探してる。千枚を負けよ、記憶だって君の思い通りさ、百年先まで綺麗でいてね、秋方
ありがとうございます。今日は配信もしてるんですよね。 YouTube で配信も行ってます。一発目からすごい歌詞飛んじゃいましたけど。今日は45分ステージなんでね、たっぷり歌わせていただきます。よろしくお願いします。よっしゃ。では次の曲、僕の友達、高校生の時からの友達の、女の子の友達がね、数少ない女の子の友達がいまして、その子が結婚するときに、ウェディングソングを、作りました。そんな曲を聴いてください。 Always。私いつもより強くいられるわ。あなたがいてくれて、私いつもより優しくいられるわ。愛が恋がどうとか、現実や理想とか言い出せばキリがないような話。私はあなたを選んだ、幸せにしたいの。金魚鉢の中で優雅に踊っていたいわ。映画みたいな日々に憧れてる。だからいつもの暮らしを私らしく色付けたいの。血は喧嘩したり年老いてくけど、小さなほころび笑顔に変えよう。私はあなたを選んだ、頑張っていこうね。
と出会えて、私いつも通りの私でいられるわ。ありがとうございます。次の曲、じゃあ、最近作った、まあ、最近といっても、もう去年になるんですけど、あの緊急事態宣言が出て、自宅で曲作るかって思って作った曲なんですけど、もう題名がそのまま、ステイホームという曲になってまして、今回あの物販でね、トートバッグの、デザインとあとキーホルダーと用意してますんで、まあ、この曲を聴いていいなって思ったらぜひお土産に買って帰ってください。フラット気ままにゲーム、気ままに映画、気ままにネットサーフィン、憂鬱な日々で考えてばかり、待ってるだけじゃ波は来ない。 Oh yeah、 こんなもんじゃないだろう、よそはよそ、うちはうち、ララララ体起こせ Stay warm。時間いつか飛び立つための準備を備えると、繰り返しの暗いニュース、自分棚に上げ人です、もういい加減毒ばか吐いてないで、見つけ出そうユートピアを。ぐっと来たものや言葉の数だけかける、思いを描ける、孤独は堂々巡りの日々のルーティン、騒動知る目に合わすチューニング、ガラッと変わった時代の先頭、人任せはの俺が先導、面倒なことちゃちゃっと済まして、君を持ってあの音流して、気ままにゲーム、気ままに映画、気ままにネットサーフィン、憂鬱な日々で考えてばかり、待ってるだけじゃ波は来ない。 Oh yeah、 こんなもんじゃないだろう、嘘は嘘、うちはうち、ララララ起こせ Stay for、いつもさりげない沈黙で語る、いつの間にか変わったアイコン、使いすぎで熱くなったアイコン、しけ込む暮らし、しけもくふかし、何を見つめるか軌道修正、叫び出したい心を通し込み、こっから覆すディストピア、逃走すべきぞ逃走しても、サバイバルゲームはエンドレス、デッタライフ、死んだように生きるくらいならゲットアップ、スタンドアップ、行くしかねえ、好きだったけん鳴り止まぬ限り、俺のソウルはいつもミュージック、気ままにゲーム、気ままに映画、気ままにネットサーフィン、憂鬱な日々で考えてばかり、待ってるだけじゃ波は来ない。 Oh yeah、 こんなもんじゃないだろう、嘘は嘘、うちはうち、ララ体起こせ Stay warm、 これからの時代、まだ見ぬ未来、新しい価値が生まれて、生活が何か、大切が何か、思い知るためにあるおうち時間。 Oh yeah、 幸せってなんだろう、嘘は嘘、うちはうち、 Wi-Fi も使えずに Stay for、Thank you!
違うな。いや楽しい。緊急事態宣言長いこと続いてますけど、なかなか僕もライブができず、延期の日々で2ヶ月ぶりですかね、およそ。いやー、ようやく決まって、しかも45分も歌わせていただくということで、本当に感謝しています。ありがとうございます。20分過ぎちゃった。よし、もうちょっとなんかゆっくり歌いたいな。ローリングストーリーって曲を、ただ暮らせどいつものルーティーン、思い通りいかずじまいで、ラララって適当に言葉転がしてるショータイム、バランス崩したら立ち直りものラリクラリ、常に混沌とした価値観にクラクラペマイがしてる。声に翼を授けて遠い君のもとへ、ラララって今度は言葉にできぬラブレター、見返りを求めたらまた振り出しに戻される、与えてもらったものを大事に与えてあげればいい、広い世界から見渡してる、神様みたいになれたらわかるかな、広い世界まで聞こえる声、愛槌打ったら開けるさ To the future、 たまらずに手放した淡い期待と執着心、抜け出したい無限ループ鳴り止まぬリフレイン、俺は俺のままでいたい、そう認められるよ、俺の中で変わり続ける、一人一人違うローリングストーリー、迷子になっても構わない、たどり着ける、瞳を閉じて応じればそこには共通意識の仲間たちと、化粧で巡り巡って今明け渡す時が来たのだろうか、見返りを求めたらまた繰り出しに戻される、与えてもらったものを大事に与えてあげればいい、一人一人同じローリングストーリー、迷子になっても構わない、たどり着ける、地域の仲間たちと。
次の曲は福岡のシンガーソングライターの小柳慎二という、僕がすごいすごいお世話になっている師匠でして、その方の曲を一曲カバーさせていただきます。カラフルという曲を聴いてください。四角の音も君が見つけた大切な夢、おはようの空も明日のカラフルも君が探し当てた素敵な宝物。終了です、ありがとうございましたと言われるまでまだ時間はあるようです。その夢は触れないから恋しくて、ひたむきな君の眼差しが愛しいんです。どこまで
次の曲じゃあちょっと昨日できたばっかりの曲ができたっていうよりかまだあの完成ではないんですがどうしてもちょっとやりたくてやらせてもらってもいいですか。あの出来たてほやほやで今日2回も間違ってんのにな。できるのか。なきやきもきを道連れに向かう道中半乾きの髪そのままに走らすチャリ速くなる呼吸風がドライヤー吹き抜ける耳元馳せる表情お前も俺もそう季節人間で愛別れを奏で回るこの街夜明けはばかる未完成のまま開いた花日々傷んで散って渡せ待っているリミットいかんせん待ってはくれないから意味なんてあってない世界どうせなら Hey me just let's on the fine 再会 Try and error 待ちわびた未来きっかけ探し辛い日々現実逃避夢見心地とりあえず今曖昧言葉に詰まり蓋した感情に追われたまま Light the light リバースリマイン飾らなきゃためパス作り物世界に壊される世界可能性奪い合う社会この街の淀んだ空気気づかないふりして乱す呼吸吸って吐いてできるだけ深くまで弱っている俺と向き合い夜明けを待つのはもうやめた愛すべきもの全て迎えに行く未完成のまま磨いたこんなリリック掴んだはずの未来は彼方に至って単純なことが幸せに感じ見上げた空このまま Hey me just let's on the fly再会 Try and error 待ちわびた未来繋ぐ点と線暗い日々辛い今は意味あると思えなら続く点と線You and I 慣れ合う時に互いのマインドに触れ合えずじまい Arise arise reverse remind ぶっ飛ばす心地いい風吹かす恐れもなくまっすぐに行けたならなんてよかったろうか過ち音が洗い流して闇は心を深く照らしてそんな生命線つなぐ出会んでどんな底辺それまた経験で時忘れても光る思い一つありゃいいまた愛を誘いで嬉しいめちゃくちゃ嬉しいさっきあんな間違ってたのにな、うん、あとそうですねもうあと1曲ですかねいっぱいもっといっぱい歌いたいけどあと1曲まあ、今日はね2組次は阿部さんですね阿部さんあ本当ですかじゃあちょっとあんま調子乗らんとこ
最後の曲にします。いや本当ね、久しぶりのライブで楽しかった。終わってからまたゆっくり話しましょう。なんか髪の毛ついてるな。配信をご覧の皆さんもありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。最後の曲はブランドニューデイっていう、新たな一歩、新しい道へ、意思表示の曲を一曲歌って終わります。ありがとうございました。林小平でした。
体験の滑り台擦り切れるまで滑りたい緩やかに流れる夜は深まる島の熱帯魚に寄り添って泳ぐ夢を見ていたい食べている君がバタンとドアを閉めたのが聞こえても起きられないよ頭巾と胸を突き破って吐いてたツタの腕が出来かけてた歌をちぎってしまう君がガチャンと鍵を閉めたのが聞こえても起きられないよもういい夢が始まったもういい夢が始まった私は紙飛行機渡り鳥と大空軽くて白い一筋の線香私は紙飛行機下で乾いた煙を吐いている君が窓からこっちを見上げても気がつけないよもう遠くまでやってきたもう遠くまでやってきた私は紙飛行機渡り鳥と大空はははチェックチェック
どうも初めまして、阿部浩二です。よろしくお願いします。いつも一人で歌ってみます。夜中の品川駅で歌ってみます。いつも一人で歌ってみます。夜中の品川駅で歌ってみます。ここは JR の敷地内だから白線の外でやれよっておっちゃんは言います。いつ誰が何のためにみんなの地球を白線で区切ったの。そんなことしてるから肉親同士争い合うんじゃないの。そんなことしてるからいつまでたってもあの国とあの国が仲直りできないんじゃないの。目覚めのける人はいません。コンパ帰りの新入社員が通り過ぎて行きます。足を止めてくれるキラキラした目の子供たち、すぐ親に手を引かれて連れて行かれます。もし日本が東と西に分断されたら、天竜川あたりが軍事境界線でしょうか。僕の故郷はずっとずっと西にあります。もう二度と故郷の土は踏めないんでしょうか。もう二度とあの街の景色は見れないんでしょうか。そんな戦国時代みたいな話あるわけないよって君は言います。そんな韓国と北朝鮮みたいな話あるわけないよなって僕も思います。後味の
つも一人で歌ってみます。夜中の品川駅で歌ってみます。白線っていう曲でした。楽山、新楽山、新になる前は楽山って。そう。あ、はじめまして楽山。よろしくお願いします。頑張って歌います。Good guy.
じゃ救えない。平和にするには核がいる。平和にするには生贄がいる。友達じゃないか。アムウェイ入ってよ。俺たち仲間じゃないか。君がマリに目を輝かせて言うもんだから、僕は君を突き放すことができなかった。ドライブに来てよ。俺たち友達じゃないか。ついでに CD も買ってよ。俺たち仲間じゃないか。俺もどこかの誰かに君みたいに思われてんのかな。まあどうでもけど、あいつは歌はいいけど客が入んないんだ。あいつは客は入るけど歌があんまりなんだ。また酔っ払ったマスターが愚痴り出したからさ、もう帰るよ、俺は帰るよ。アムウェイ中曲でした。どこかで聞いたような言葉が、どこかで耳にしたメロディーに乗ってる。もう少し人を元気させる歌を歌えば売れるんじゃないの。そんな風に君は笑ってたけど、今はそんな気分じゃない。もっと楽しく歌えるのかい。夢のためだと割り切れたなら、もっと賢く歌えるのかい。誰かが言ってたような言葉を、誰かが
て夢見る若者ほど使いやすい金儲けの仕組みが分かってきた苦しみ悲しみ歌うことで一体誰を笑顔にできるの客もいないライブバーで歌い朝まで飲み明かすクソみたいな歌歌い落ちるとこまで落ちた僕を君はどんな目で見てるの僕をさらに駆り立てさせる言葉にならない切なさが襲う一体こんなこといつまで続けるの車庫カーテンから漏れ出す光にらみつけて眠りにつく車庫カーテンという曲でした。今日は後ろ山君の企画で来ました。ありがとうございます。牛君配信もやられてるみたいで、さすが医者の息子あれはやっぱりすごいね。配信のね、投げ銭のあれがページがあるんですけど、なぜか主催者に投げ銭っていうコーナーがあってなんで主催者に投げ銭やねん。さすが医者の息子やな。愛が全てだって歌ってた。あいつは今何してる。平和が全てだって歌ってた。君の
しても愛で地球は救えるのかい。リンゴエッジ曲でした。赤スカブリッツでワンマンやるなんてすげえじゃんって言われるたびに、いやいやそんなことないっすよなんて言ってみるけど、心の中ではすげえだろこの野郎、お前もやれるもんならやってみろよって思っています。行けたら行くからねなんて言われるたびに、ありがとうございますぜひお待ちしていますなんて言ってみるけど、行けたら行くじゃねえよ、どうせ家帰ってオナニーして寝るだけだろ、今から手帳に予定入れとけよ。絶対に来てよかったって思わせるから、絶対にまた来たいって思わせるから、ボヘミアン・ラプソディよりも良かったって絶対に言わせてみせるから。自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え。赤スカブリッツでワンマンやるなんてすごいね、それで満足か、お前はアホかよ、しょうもないな、そんなこと言われたいためにやってるわけじゃねえよな、まだ見ぬ景色を見たいんだよな、まだ見ぬ高みを登りたいんだよな。歌うたい千人いたら一人ぐらいか、本当の意味で生き残るのは。また売れない奴ら同士が、負け犬同士が束になって群れ作って、チャラ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 仲良しこよし、肩組んで手を取り合って、わっしょいわっしょい、わきあいあい、あーでもないこうでもない、シコ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 、現実から目をそらすなよ、現実と向き合えよ、音楽は裏切らない、人間は裏切る、結局最後は一人だぞ。周りの人間をどれだけ巻き込めるか、周りの人間をどれだけ動かせるか、またお前に人をコマみたいに言いやがってよって怒られるかな。例
とえメジャーレーベルがつかなくても、たとえ大きな事務所がいなくても、俺がやってやるよ、俺が証明してやるよ。俺はありがとうは歌わない、俺はごめんなさいは歌わない、俺は愛してるは歌わない。自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え。出会う人がみんなお客さんに見えてきやがった。この人はライブに来てくれそうだから付き合っておこう、この人は来てくれなそうだから付き合いやめとこう。ちっちゃいな、情けねえな、恥ずかしいな。会う人会う人みんなに紹介されるときはこいつプロの歌手だぜ。赤鹿ブリッツでワンマンするらしいよ。プロってなんだよ、歌手ってなんだよ。フォロワーの数かいいねの数か再生回数かお客の動員か、そんなもんで俺を判断すんなよ。生でライブを見てくれよ。そういえばどっかの自称プロデューサーが言ってたな、阿部くん今の時代ネットがあるから100人集客できれば1000人はすぐ集まるよ。しゃらくせえな。年間300本ライブやったって、確かにそいつはすげえな。でもお前がしたかったのは本当にそんなことかよ。また自転車屋の親父に笑われるぞ。東京から来たミュージシャンですって言って地方で荒稼ぎしてるってな。俺は知ってる、どんなに才能がなくても、どんなに運から見放されても、最後は気持ちだって、最後の最後は情熱だって。自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、また出てきやがった本当の俺が。誰かのために動いてる人間を見た時に心苦しく思うのは俺だけだろうか。ライブハウスも大変だから少しでも酒飲んでお金落とさないとだと気持ちは嬉しいだろうけど、お前の一杯二杯じゃ何も変わらねえよ。いい曲作っていいライブしてたくさん客呼んで初めて恩返しになるんじゃないのか。ライブ前に酔いつぶれる演者、クラブで音も聞かずナンパしてるやつされるやつ、ストリートミュージシャンの CD 買って踏みつぶしてネット動画配信するやつ、マイナーコード書き鳴らして周りの人間をディスってる俺、あいつらも俺も一緒だよな。誰かに構ってもらいたいんだよな。ただ一つ言わせてくれよ、あいつらと俺の違いを。自分のために自分の歌を歌え、自分のために自分の歌を歌え、対バンだよな。友達作りに来てるわけじゃないよな、遊びに来てるわけじゃないよな、やるかやられるかだよな、真剣勝負がしたいんだよな。このまま守りに入ってたら何一つ得られやしねえぞ、とことんやり合おうぜな。 CD の次は T シャツ作って、 T シャツの次はタオル作って、タオルの次は缶バッジでも作ろうか。本当に胸張って音楽で食ってるって言えるんだろうか。本当に胸張って音楽で勝負してるって言えるんだろうか。誰もこんなことしたくねえよな。ライブの営業メールなんてやりたくてやってるやつは一人もいねえよな。アイドルをバカにするのは、ジャニーズをバカにするのは、アイドルにもジャニーズにも入れなかったただのバカだけだろ。そいつの気持ちが入っていなければ人の気持ちは動かない。そいつの魂が入っていなければ人の魂は動かない。猫背がひどくなって目尻のシワが濃くなって朝立ちもしなくなってきやがったこの野郎。嘘も本当も強さも弱さも全てをさらけ出す。悩んでる暇があったら筆を取れよ。泣きたいぐらい悔しいんだったら叫び続けろよ。そろそろスマホで写真撮るのやめてもらっていいっすか。俺の歌を聴いてくれ、俺の言葉を感じてくれ。自分のために自分の歌を歌え、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 自分の
ために自分の歌を歌え。我々はどこに向かっているのだって曲でした。ラブソング一曲。君が飼ってた宇宙人みたいな顔のチワワは
2曲やって終わります。ありがとうございました。阿部浩二でした。 CD とか DVD とかタオルとかそこに置いてますんで、もしよかったらあの買ってくれたら嬉しいなと思います。この次は翔さん、中身翔さんあの出てきますんで、最後まで楽しんでください。配信の見てる人もそうですね、まあ配信が嫌いとかそういうんではないんですけど、あの、まあ、見てくれて本当にありがたいですけど、やっぱりこうやってあのお店に来てくれて本当に本当に感謝してます。あのこんな状況まだちょっとね先が見えない状況ではありますけど、必ずあのどうにかしましょう。はい、踏ん張りましょう、奈美さん。先日 YouTube に上げた、父と子っていう曲を一曲やります。父親に向かって作ったあの曲です。父と子っていう曲を聴いてください。じゃあ、あと2曲やります。と女がなければ本当にいい人なのにね、あなたの血をそっくりそのまま受け継いだんでしょう。酒と女がなければ本当にいい息子になりました。警察にお世話になった時何も言わずに迎えに来てくれた。あなたの優しさが痛かった。自分の存在が情けなかった。カレーライスは美味しくなかったです。オイスターソースとカラムーチョを入れればそれなりの味になりました。酔っ払ったあなたがギター
蹴飛ばした時殺してやろうかと思いました。子が親を殺してやろうかと思いました。人間とは言えないでしょうか。僕の脳みそはその辺の犬猫以下でしょうか。という曲でした。じゃああと1曲だけやっております。ありがとうございました。ベコでした。最後は僕ストリートミュージシャンなので生音でやっております。あ、生音でも配信の方も聞けるんかな。大丈夫か。
してみたけれど、その絵はただうつむいて押し黙るだけ。暗がりを瞳に浮かべてキャンバスを新しく貼り替えて気持ちを確かめて、眠れずに朝を迎えて、思い痩せさせてゆくのだろう。絵の具で散らかるテーブル、何度も失うベッドの上、それでも命は果てずに朝が来る。ただそれだけでいい。よろしくお願いします。あれ、今のぶとい女性の声が聞こえてきます。ステージの上スポットライトの下、そこで輝く何かがあると知った。夢や自由や青春ってものに取り憑かれた僕たちは楽器を持った。音符が集まり曲になる、言葉が集まり歌になる。音で結ばれた僕たちをバンドと呼んで名前をつけた。折れたスティック切れた弦、枯れた声語り合った言葉の数々。嫌になったことは何度でもあった、でもやめられなかった理由がそこにあった。あの日バラバラになった
僕らの名前はあのライブハウスの楽屋の壁にじっと居心地悪そうに消えきれないまま残ってんだろ。今夜もどこかで誰かさん知らない名曲歌ってる。やりきれない思いをやりきるためのステージ、光の中で歌が涙に変わる。のためになら人生も捨てられるかもなんてつぶやいちゃった君、でも多分そうじゃないよな、捨てたんじゃなく拾ったものがあんだよな。自分を信じた裏腹に、自分を信じた裏腹に隠してしまった生き様があるって、無様に歌う君の生き様を俺は見続けてきたんだぜ。あの日君は俺に嘘をついた、一緒に夢を見ようって誘ってくれた、それなのに現実に引き戻した。俺たちの音は鳴りやんじまったよ。バラバラになった僕らの名前はあのライブハウスの楽屋の壁にじっと居心地悪そうに消えきれないまま残ってんだろ。今夜もどこかで誰かさ知らない名曲歌ってる。やりきれない思いをやりきるためのステージ、光の中で歌が涙に変わる。誰の目にも止まらない、誰も足を止めちゃくれない歩道橋の端っこで俺の歌は生まれたんだ。あの日バラバラになった僕らの名前はあのライブハウスの楽屋の壁にじっと居心地悪そうに消えきれないまま残ってんだろ。今夜もどこかで誰かさ知らない名曲歌ってる。諦めてしまった分だけきらめくものがあると信じてるんだ。ありがとうございます。いや、 やっぱり本当にライブって面白くて、浩司君が最後に夢の後しますっていう歌をやったんで、もう久しぶりに夢の後っていう歌があったと思って、もう今歌いたいと思って歌って間違えました。でももう本当ね、あんなことをされるとね、本当にね、いやーこのね、しこて君も良かったし、こうじ君も良かったし、ですね、5月24日今新楽山っていうお店で後ろ山直弘企画させてもらってます。本当に直美さんですよね、直美さんですよね、お話しさせてもらって、すごいこの
鉄骨で場所って立ってるんですけど、そこにその絶対にやってる人のなんか背骨の太さみたいなのが加味されてて、すごいその分厚さを感じて本当にすごいです。でね、大好きなウッシーと、あのコージ君とウッシーと、前に会ったのはクリスマスイブで、ちょっとロマンチックな出会いをして、あのその日、雪も降ったんかな、あのそんな寒くなかったんですけど、記憶ではあの降ってなかったん、いや記憶では降ってなかったんですけど、イメージではホワイトクリスマスやったような気がしてて、すごいいい時間を過ごせて、それ以来の、再会でめっちゃ嬉しいです。ヤフーグーグルでも見つけれない、そんな場所で一緒にいようよ、つぶやかれもせず投稿されない、そんな瞬間に一緒にいようよ。祭壇に火を灯す、いろりを囲む、裏で野菜取ってきてご飯にしよう、だし取って味噌溶いて鍋にしよう、土間もいい感じに固まってきた、時間もいい形に積もってきた、切り株をステージに歌ってくれよ、天井さじきで眠っててもいいよ、薪ストーブでくるみを焼いて食べよう、窓開けて風も仲間に入れてやろう。自慢の柿の木があるんだ、空への短い階段なんだ、河原で石を割って遊ぼうよ、たまに本当に水晶が見つかるよ、滝壺に飛び込んで夏を笑ってやろう、水から出た後なんであんな気持ちいいんだろう。蔵の湯に浸かって一日を洗おう、ビール一本と虫の声で散歩しよう、明日はおにぎりを作って出かけよう、明日はおにぎりを作って出かけようよ。寂しさってやつだ、歌う人々口からは愛の歌、希望の歌、一度でも真剣に聞いてみたら何かが変わるかもしれない、知らない誰かを知らないまま嫌いになれる、聞こえてくるのどれもこれも悪いものみたいで、理解されたい気持ちが僕のヒューマニティなら、理解されない部分が僕のアイデンティティさ、ラララララ。テレ
ビのスイッチを入れるよく見る評論家の口キャスターの声常識の最先端と正義の最先端の話自分や周りに嫌気がさして魔が差しました人を刺しました誰でもよかったどうなってもいい常識なんて関係がない何が正しい何が間違ってるよく聞く議論の主題である正しさのマジョリティよ常識だってんだラララララ現代習慣病っていうのがあったとしたらその症状は多分無関心知らない誰かを知らないまま嫌いになれる聞こえてくるのどれもこれも悪いものみたいで理解されたい気持ちが僕のヒューマニティなら理解されない部分が僕のアイデンティティさラララララ三峰民曽根宮深三浦三浦三怒りあるとき溢れ出す、yeah. ある人は言うお前が裏切ったあの時は仕方なかったどうすればいいかなんてわからないままどうにかなっていくんだどうでもよくなっていくんだラララララニコニコワクワクルルデフレーションだイライラプンプンムカムカインフレーションだあなたは何を殺してしまったの僕は何をしないで済ませられたんだろう ロータスというかです。なんかあのあ声枯れてるすごいですね。やっぱりライブになると普段なんか出してる声と全然違うところから出てるような感覚です。僕いつもあのライブ中普通に靴とか履いてるんですけど、なんか初めて新楽山に来たのが4月の、25日だったんですけど、ここの場所にその時ウッシー企画がもう決まってて、でちょっとあの場所に先に行きたいなと思って、でたまたまあの知ってる小向井サダムさんっていう方がライブやったんで、であの涼二さんとそこに行ってくれて涼二さんと一緒に来て、でサダムさん、ライブ前からもう裸足でうんとこしょーっていう感じの方なんで、あの公園に行ってアーシングしてなんかドスコイみたいなライブをしてくれてめっちゃかっこよかったんですけど、で今日ね林光平君と浩二君も裸足でやってて、で汗かいてる姿を見たらそれなんて言うんでしょうね、裸足で受けたいと思って俺も靴なんか靴と靴下を履いしてもう直にそのなんか今日受けたあのエネルギーとかこの場所あの4年目って言ってたんでしたかね、新楽山ね、前は楽山っていうお店だったんですよね、ですよねね、新楽山そう、なんかそういうのってやっぱりもうね、今こそそういうなんて言うんでしょうね、手で触れて足で触れて実際人と会ってやっぱりなんか大事にしたいなと思います。すごい硬いです床な直らいっていう歌を歌おうかな。あの時間直接会うって書いて直らいっていう日本の単語があるんですけど、その直らいっていう歌を歌いますね。ビビたる
るものの中にこそビビッドなもの。奪い合うスパイラルから与え合い讃え合うため向かい合う。日もさちも行かない、お一二三四くぐり抜ける。ちょっと一休み河原まで行ってコーヒーを入れよう。Under the bridge, walking on the riverside. 想像しい場所を離れ、静けさの中想像意志が働く。あちら側こちら側、信じれるのはどちらか。そもそもその枠組みから作られてやしないか。直感体感がサーチライト、マトリックスからの大会。意識をアップデートスローダウン、インテグレーション、グッドリレーション、 It's a new generation。 微生物、バイルス、細菌と共存、もともと自然な桃源郷。 It's a small world、 カーブを曲がると螺旋の先っぽ。等間隔高く幹を伸ばす杉の群れ、日の光と湿り気、緑のビロードを裸足で感じ歩く苔の上。見なかったマンダラ、一度掴んだら離さん、拒んだら進まん、ユーモアで受け入れ迎え入れるワンダーラン。生むことあれど枯れど必ず花開く。ルッテの螺旋スキップ一段飛ばし、ワン・ツー・スリー、トリニティ危機として登ってゆく。身の丈に合わせて暮らす、心の丈はぐんぐん伸ばす。イメージをトレース、現実にコラージュ、意識意識気持ちよってなむり合い。あるものの中にこそビビッドなもの。奪い合うスパイラルから、与え合い讃え合うため向かい合う。ありがとうございます。
っていう歌です。ありがとうございます。ライブになるとね、そわそわしがちなんですよ。画面の向こうの皆さんも、トマトさん見てくれてますか？ちょっと意識的に一息つかないと、これ多分ね、体感では思った以上に時間過ぎてましたね。もうちょっと過ぎてないと思ってるんですけど、今日はね、チカちゃんも見てるんかな、見てるかい、チカちゃん。アイちゃんとレイちゃんも見てくれてるかも。どうやら答えを探してるようで問題ばかりを作ってきた。もうどうこう言うよりももうどう行動するかが問われてる時代だ。もうどうこう言うよりももうどう行動するかが問われてる時代だ。この世は不条理満ち足りたとっくりをいきなりひっくり返されるようだ。時は平成から令和、霊障的な気分の延長線上、時間は横ばい、そこに腹ばいになって命の形垂直に自分を突き立てている。資本主義経済の基本に思い至る。一刻争う事態、一刻争う事態。時流れ、雲流れ、人も流れ、その中で世の中に流されないように立つ。時の波間に話したてとてに、それぞれに新しい光。思いを届け、遠くアンドロメダまで、難波から埋めたまで、この小さい世界で言いたい世代で。愛なの恋なの安易もするし、好意もする。笑える笑えない、おかしさばか、道ゆかば道端で見つけた若葉。ライトマイファイア照らせこのディストピア。時代はリピートよ、冷蔵の生もの。溢れ出す、染み出す、湧き出す、にじみ出す、にじみたく七色の言葉を追うと。マテリアリズム、キャピタリズム、自分の胸のリアリズム。日にずる日が沈む、信じ続ける。たった一人のドンキホーテ、いやマジで本気だって。イメージの船、次のステージの上、未開の地を目指せ、一回の命。光を探した女の子は、社員をそのまま読み間違えて、夜空の奥に飛び降りた。ダウンズヘブン、タップダンスで自由な生活を追うか、一般常識社会生活と問うか、交換しながら幸か不幸か、やってこれたのは誰のおかげか。煩悩が100やつだとか、ありがたいお釈迦さんの話も今じゃ108円で買える。末法のヨウタ、主上救済史上最大の難題。どうやら答えを探しているようで、問題ばかりを作ってきた。どうやら答えを探しているようで、問題ばかりを作ってきた。もうどうこう言うよりももうどう行動するかが問われてる時代だ。もうどうこう言うよりももうどう行動するかが問われてる時代だ。
ベニヤ一畳の床身を盾にして眠った。壁際の小さな物置棚、日課ぼっか大工道具きれいに並べて、君の写真を飾りました。一月に一日だけ仕事が休みの夜、ぶらり歩いた先に見たフランス映画。花の都ヌーベルモンドの門戸をくぐり、塔の足元背もたれにして月を呼んでる。彼はただ新しい歌を待ってる。アホボケカスクソ野郎バカ野郎、こびりついて剥がれない油煙、人の吐息足跡靴底背中胸の中。吹き抜けとどまるもの何もなく、ある人に言われたあの町を目指すがいっさ、船に揺られふるさとから新しい町へ。縦に伸びると横切る僕が交わった瞬間、ぐさり胸に突き刺さりました。穴は閉じどくんどくんと胸が鳴るのでした。体に再び血が通い始めました。壁に刻み込まれるのは明日の神話、胸に打ちつけられるのは今日の実話。背中に一つ影を引いて、この街の夜はどこよりも深い。コウジ君めっちゃ好きですわ、ほんま今日聞いて。いやもうなんか歌い始めた当初のそのなんて言うんでしょうね、そのところ揺さぶられるんですよね。顔も かっこいいし。さあ悔しいな。顔、眉髪のライン、眉毛の太さ、つまびらかな瞳、つまびらかってどんな意味でしたっけ、鼻の線、ひげの生え方、前歯、唇全部や、くそ悔しい。ギター持ってベンチに座ってると、おっちゃんが話しかけてきた。ギター弾くのか、俺も昔はよく弾いたもんさ。指が短くてな、諦めちまった。もう30年も弾いてないや。どうぞ弾いてくださいよ。いや、やめとくよ。一
人前でするようなもんじゃないよ。でもやっぱり弾き始めた知らない曲ばかり。短い小指が一生懸命ちょこちょこ動いてる。家族が出て行っちまってさ、2回目なんだけど、大阪中探し回ってんだ。でも見つかんねんだ。この年になってそばに誰もいないのは辛いね。この町に流れ着いてから人が離れてくんだ。よく行ってたバーのママ、あんなに仲良くしてたのにさ。だけどボロクソ言われたよ。あんなに仲良くしてたのにな。ボロは飽きてても心は錦去って、分かってほしいよ。でもな、8日に一度しか仕事がなくてよ、3年間コツコツ金を貯めてさ。今年の冬はどこかに部屋でも借りて親の墓参りに行こうと思ってたんだ。でもその金も返しちまった。帰ってこねんだ。またすっからかんだ。もう後戻りはできないね。仕事してた頃は割とうまくいってたんだよ。会社の上役にも顔が利いてさ。でも人は裏切れなかったから、自分を裏切れなかったから、そしたら人に裏切られたよ。そこからかな。環境は人を変えるよ。確かに座り込んじまうこともあるけど、でもあいつらとは一緒になんねえよ。もうちゃんと立とうとしない人たちもいるんだよ。あんたらまだ若いから時間なんて意識しないだろ。俺はもう体も良くないし、どうなることやら。本当は今しかないんだよ。僕が言う今しかないとは全然違ったよ。昨日もない、明日もない、ましてや今日すらない。という歌です。ありがとうございます。君は遠くに運ぶ夢を見させてくれて夕焼け、恋は春の匂い、恋は夏の夕立、恋は秋の木枯らし、恋は冬の幻。愛に季節はなく、雨もなく風もなく、漂っている。
つもこのウッシーが音響やってくれてる時は音が合ってるかをアイコンタクトいけてるんかなと。そうチューナーがちょっと壊れてしまって、あチューナーある時からやってますやってました。そう前ねウッシーも鈴影っていうライブ喫茶をやっててそこでもお世話になってて、あそうですよ、さっきね最初に出てくれた浩平君が、緊急事態の時のステイホームっていう歌を作っていて、そう俺も緊急事態の時に、できた歌が一つあるんでそれを歌いたいと思います。人間未完成、いてもいなくてもいいやつになるな、煮ても焼いても食えない、飲み込まれても吐き出させる、あがき出せ喉元つかむ、致し方ないとか落とす方はない、味方はいない、そんな言い方はない、実は何にも縛られてない幻だった虚無感、ニヒリズムからネガティブル、心に住みつくあやかしはただのまやかし、煩わしい問題の山積、海に流しても消えない痕跡、能動的なバカが社会を変える、空気読まない、足並み合わせない、はみ出て掴み出す、噛み切る鎖、抜き取る鎖、牙を剥き出しにする必要なく、研ぎ澄まし磨きし伸ばせておく、家庭菜園テラス、ベランダのプランター、都市生活は人間の学び場、足し算から一歩引いてみる暮らしのあり方、過去から渦巻く縁、紐解く二重らせん、遺伝子の派生、波形から知る家計、心一つで出会う、何度も出会い直す、眉間の手話と記憶スクリアになる、あっけらかんとした当たり前の朗らかさ、肌感冒の本当のピース、本物をリリース、一歩先なら一足飛びに未来に足をかける、手を動かす、歩く、頭回転、ディープラーニング、言い尽くされたような、古くなったようなものの中に理想、愛である宿る、繰り返される、そもそもほぼほぼ嘘、五感で選べ、六感でつかめ、七感で受け取れ、感じる、深く考える、予想される未来、ことごとく覆してゆく、表が裏、裏が表、その面を拝ませてもらうぜ、黙ってても朽ち果ててゆくだけ、声を遠く、アクロスザユニバース、いつか無になるなら、ニルバーナ、チルハンナ、翻って舞う、ただしなやかな理念身にまとう、自分を止めることなく求める、信じる真実に向かい合い、愛をまとい歩いてゆく、暮らしに根付いた家、昔から息づいた知恵、真っ暗け、むしろ幕開け、一曲ぐらいやったんぞ、やったんぞ、どうしようかな、しゃあしゃあせな、まあ、フォークソングで締めよう、これは俺でも分かるレベルの、ちょっと待ってくださいね、あそう今日5月20日
4日です。ちょっと自分にとって特別な日で、5月24日って、小西の日なんですけど、親友が小西健太っていう男の子で、毎年飲みどころ小西っていう居酒屋をやってて、ザ小西、奥さんもたまたま小西で、小西健太くんが小西智子さんと結婚して、小西智子さんのお父さんの名前と小西健太くんのお父の名前も一緒やって、で今日も小西の日やし絶対来てくれって言ってたんですけど、その奥さんの方の広島に、広島じゃなんかちょっと納骨とかいろいろあって来れんくて、ちょっと個人的にその5月24日はアニバーサリーデイなので、今日こうやって皆さんと過ごせて嬉しいというか小西っていう感じ嬉しいっていうか小西です。じゃあ季節と人って しまったな今日は本当にありがとうございます。価値観の合う人たちと、もう周りにいると思うので、今日来てくれた皆さんと、こうやって、出会える時に出会って、会えるように過ごして、話せるように少し、やって、飲んで食べて歌ってしましょう。今年から面白くなります、マジで。つなる町に生まれ、僕はここであったかさと冷たさを知りました。誰も何も信じないことが僕の強さだったこともあったさ。一人暮らしを始めて、一人で生きてる気になって、雪のちらつく季節になると、ふるさとの街がちらつくのでした。春には桜、夏には花火、秋には月雪ちらつく冬、それで酒がまずいなら自分の中の何かが病んでいる証拠だよ。僕はいつから信号無視ができる、僕はいつから自分ではない誰かを忘れた、僕はいつからここではないどこかばかり思いながら、見向きもしない場所が増えたのでしょう。桜、夏には花火、秋には月雪ちらつく冬、それで酒がまずいなら自分の中の何かが病んでいる証拠だよ。体には気をつけて、気を使いすぎず、行き過ぎないで、立ち止まっていないで、前を見ろ、夢を見ろ、言ってくれたね。今じゃ足元見ろ、現実を見ろ。人とのつながりを何か鎖につながれてるように感じたこともあったさ。大きな
な影の存在になりなさい。そしたら必ず日は当たるから。いつか咲かすのが花でなくとも、先に誇れるものを持ちたい。たとえ話に語られるよりは、例えようのないそんな人でありたい。路上のライブのあれみたいに生音ではせえへんけど、ちょっと待ってや、どうしようかな、あと1曲か、今日は何も考えてなかったな。いや、そのリズムに乗せて、ちょっと待って、止まんのかい、ちょっと待って、どうしようかな。よっしゃ、じゃあちょっともう一つだけサクッとさせてもらいますね。よっしゃ、ありがとうございます。わかったわかった、もうマジでわかったから、ちょっと待って、ちょっと待って、焦る、ちょっと待って、あーどうしようかな。じゃあそうですね、これ浩平くんって言ってるけど、本当に浩平くんやんね。はい、そうやね、ちょっと会ったばかりの人の名前を連呼すると本当にそうなのかってちょっと思う時があって、すいません。林浩平くん、浩二くんとかもあってるから、何回名前読んでも一致するんですけど、途中からちょっと自信がなくなってきて。浩平くんは最初から来てなかった涼二さんとか爪ちゃんもあれなんですけど、できたばっかりの歌を歌って成功させてたんですよ。ですごいその時にボルテージが102まで会場が高まってて、俺もちょっと新しい歌やろうかな。新しい歌3つあるんですけど、どうしようかな。三つ無理。よっしゃ、じゃあちょっと軽めのやつ。はー、今日は本当にありがとうございます。もうね、しゃあ俺はもう歌詞もミント挑戦するぞ。頑張るぞ。コンシャスネスカフェっていうタイトルにしようか、コンシャスネスか、ちょっとまだ決めてないんですけど、コンシャス意識っていう意味の歌をやりますね。はー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 、コンシャスネス音楽で作る深く高く伸びる根と枝葉のメタファー、ニューロンの信号、ニュートンのリンゴ、重力から思考解放。頭解きほぐし心ひも解いて、君は想像力の塊、宇宙の幼虫、蛍の光から世界の始まりを見つける。あなたとの会話またとない機会だ、カングルジャングル開拓する意識の大陸、右脳の大平原、ちょっとそこまで。遠は何、遠回りして今ここ、遥か彼方丸裸に、ここではない、どこかどこでもない、ここだ、2021年地球の旅だ。コンシャスネス音楽で作る深く高く伸びる根と枝葉のメタファー、ニューロンの信号、ニュートンのリンゴ、重力から思考解放。
とうございます。もうちょっとゆっくりで聞かせてください。あれちょっとピーって長かった。6弦だけでじゃじゃん。ありがとうございます。いや楽しかった楽しかった。すいません、ありがとうございます。